行かなかった行かなかった。あ、大きいね平塚の神輿。あ、平塚どこの神社？三島神社。あ、行けば行けば、私も行ってきます。でもこれは2週間前だった、うん、これも春祭り、これも終わったわ。この神輿はすごく でかくて重い神輿です、うん、あと立派な神輿です、うん、立派だったね。あとは、1年2度2回出るんで、あと、秋祭り。あ、秋祭り。このみこちは、1年2回。春祭りと、あと秋。秋には、浜織もあります。うん、結構、行った方がいいと思います。あと、宮入り夜になって、夜で結構、すごく。今年あれもあるじゃない、浦安もあるじゃない。ああ、いや、三社祭りね。浦安さんって。浜織はもう2回。あ、おはようございます。今日もよろしくね。何時くらいからここにいたかな。
ついてけば増えるよ。みんなでそっちやって。
そうなんだよ、その時代に。
チオシシなんで昨日来なかったんだよ。これいきますよ、はい、そのままそのまま、本物来ちゃってる、はい、OK、ありがとうございます、ありがとうございます、マジ？八丁堀再生解散。
ヤグルマさん。ヤグルマさん、お願いします。お願いします。喋るの大塚緑菜むすびさん。赤坂最樹会さん。よろしくお願いします。おぼろずきさん。優等深川むすびさん。大変厳しい、注意事項でございますけど、61回バカ祭り神輿東行、皆様方が日頃お祭りでいろいろなお神輿を担いでいるところでございますから、一番今日は駅前の方に大勢のお客さんがお見えになっております。素晴らしい立派な、生きのいい、時を見させていただきたいと思います。
それには事故のないようにお気をつけて、頑張っていただきたいと思います。本日もご挨拶に対させていただきます。どうかよろしくお願いいたします。続きましては日本みかし協会会長岩崎会長の挨拶をお願いいたします。皆さんおはようございます。待ちに待った、61回の赤羽根バカ祭りでございますけれども、皆さんの気持ちが続いたようで、今朝ほどの雨の日々が晴れ渡り、本当に暑くなってきたようにお願いします。板橋グループを担当させていただきます加藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。最高一さんの方を担当します堀内と言います。よろしくお願いします。石井さん担当させていただきます森川でございます。よろしくお願いいたします。ヨークグループ研究会担当させてもらう斉藤です。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。ですね、東野新口さん担当させていただきます鈴木です。よろしくお願いします。板橋グループを担当させていただきます木根口です。どうぞよろしくお願いいたします。三和グループを、行きます野村です。よろしくお願いします。警備連絡の鈴木でございます。私の目が一番厳しいかと思いますので、一つ穏やかに仲良くこのパレードを進行してくださいませ。よろしくお願いします。続きまして最高司令伊坂さん、板橋グループ代表天田さん天田さん板橋グループ天田さん登壇してください。板橋グループ天田さん、人事委員会林さん林会長、三和人会、新田さん、はい、それでは、お一人ずつ申し上げ、よろしくお願いします。物流です。よろしくお願いします。最新連合東都新物の木村です。よろしくお願いします。擬人会の秋葉です。よろしくお願いします。埼玉三越保存連会の伊坂です。よろしくお願いします。板橋グループの天田でございます。よろしくお願いいたします。はい、人流会のヘッズです。よろしくお願いします。赤羽さんは中田です。よろしくお願いします。それでは各みこしの責任者でございます、よろしくどうぞお願いします。ありがとうございました。いい天気に恵まれまして、皆さんと4月の口上げのみこし赤羽の第61回の江戸みこしのパレードが開催されようとしております。本日は注意事項として、いつもあるようなことばかしなんですが、酒を飲むなとか、反転を脱いで裸でみこしに、参加するなとか、みこしに上に乗るなとか、もう皆さんがよく分かっていることですが、それよりも一番重要なのは、みこしに、予定されない担ぎ手が入ってきて、そしてその段階で揉め事を起こして、それに抗戦するような形の時には両方の方を警察の方で
検挙するということが達しされています。これは皆さんの安全を守るためということなんで、もしそういうことはなかろうとは思いますが、そういう場面になりましたら各みこしの周りに、私服の方や、本館の方が配備しておりますので、そういう事故に、ならないように、十分みこしを出している会の責任者、助けをかけている方々が注意していただきまして、このみこしパレードが長く続きますように、そして本日が終日事故なく楽しく結ばれますようにご尽力を願いたいと思っております。参加の皆さんも先ほど副会長の秋葉の方からご挨拶がありましたように、胸の襟には参加みこしのワッペンをつけることが約束となっております。長い間都議に参加してるから、私はこのみこしとは縁があるからといって、ワッペンをつけずに僕は入れるんだ、私は大丈夫だと言っている方が事故の原因になる可能性があります。皆さんは長くここに来ている方だとは十分承知しておりますが、約束ですので非常に簡単なワッペンをつけてくれという約束です。数は十分に用意してくださっておりますので、今からつけてない方はみこしを投与する2時20分までの間に必ず反転の襟に関係するみこしのワッペンのシールを貼り付けていただきたい、約束でございます。しかし守ってこの時間を待たせますように、いたします。今準備の段階ですので、私なりはご相談いただいておりますけれども、少し間違いないと先ほどぐらい、話がありましたワッペンのシールというのはこういうものです。
Thank you.